さんということで、なぎ平原に、なぎ平原を通って、あがせ富山に行くみたいですね。うん。え、なに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 ？うん。なんか、いい BGM というか、なんか、別に FF でも聞いたことあるような BGM な気がしますね。なぎ平原。うん。歴代の大召喚師様が真と戦った土地。あ、そういう感じなんだ。道が終わるところ。ねえ。この先にはもう町も村もない。そうそうそう、道なき荒野。そうね。もう道の最後なんだ、ここは。道を見失って迷う召喚師もいる。へ、うん、こっから先はじゃあ本当にもう召喚師しか行けないみたいな感じなんだ。あ、倒れた。ユーナはすぐ倒れるね。うん。おっと？叫ぶか？あ、叫ばない。うん。私は、呼吸した。迷わないよ。うん。偉い。みんないるからね。リーダーがいるから迷わない。うん。死なせない。絶対なんとかする。かっこいいぞ、リーダー。うん。こっから、ファイナルファンタジー10後半というか、新たな旅立ちみたいな雰囲気なのかな。うん。結構なんか、いろんな事件があって、大きくね、物語が進んだ感じはするよね。そう。信じたかったんだ。あ、召喚術師の人だ。ああ、召喚師だ。召喚師の人だ。今や完全に反逆者だな。いや、それ好きんだ。だっていいだろ。今は完全に反逆者だなって。老子どものたわごとなど聞き流せばいい。え、この人かなり自由じゃない？召喚師は妥当心がすべて。人に従う道具ではない。え、強くの人。この人思ったよりすごかった。どうだ？うん。神を倒せる自信はついたか？わかりません。この人、なんかめっちゃすごいな。ジーンに逆らう系召喚師だった。それだけではシンは倒せん。お前の力を見せてもらおう。はい、召喚獣で勝負だ。召喚獣バトルやっていきましょう。よろしい。うん。では手合わせの前に、お前の。さあ、ということで相手は、ん？これはシバかな？うん。シバですね。うん。なんかすごく透明です。うん、パリン。好きな召喚獣を呼ぶがいい。オッケーオッケー。ということで召喚していきましょう。シバだから何が効くの？氷だっけ、シバは。じゃあイフリーとか。うん、よし、使おう。うん、よし。ということで、メテオストライク。ドーン。あれ全然食らわない。やば。え、なになに、メニューのコマンド育てるを使えば召喚獣のパラメータアップできます。打撃に弱いシバの HP を鍛えたり、バハムートのスパイスをアップさせるなど、召喚獣の短所を見な、ほえー。ほんほんほん。てか、シバは打撃に弱いんだ。ほんほんほん、OK。じゃあちょっと普通に戦いましょう。えい。え、全然食らってないんだけど、ちょっと待って。待って、ファイヤーは？どうだ？やばい。え、3桁しか食らわない。ちょっと待って。ちょっと一応、そろそろ、たまんない？これで。オーバードライブしよう、オーバードライブ。うん。さすがにオーバードライブだったら3桁ってことはないでしょ。いけ。ドーン。どうだ？よし！いや、桁違いすぎでしょ、ほんとに。9999と。うん。いやー、めっちゃ叩かれる。これ、召喚獣ってさ、帰れってできないの？戻す、できる。戻す。うん。
イフリート帰っておいで。よし。イフリート帰ってきて、ユナは回避。おぉ、回避できた。バフムートしよう。バフムートもちょっと、オーバードライブ使おう。うん。よし。おぉ。かっこいい。さあ、メガフレア。これで決めましょう。かっこいい。おーおーかっこいい。なんかすごいレーザーだ。さあ、芝吹っ飛んでった。芝っていうか、普通に、あれじゃない？うん、ちょっと待って、ダメージ。やばくない？今、なんか、5桁目があったんだけど、2万何万とかいった。バハムート強。もう十分だ。よし。うん、倒しました。で、バハムートめっちゃ強いね。やば。さすがだな。素晴らしい技量だ。反逆者になっても真と戦おうとするだけはある。うん、受け取れ。私からの祝福だ。なんかくれた。パワースピアはちょっといらない。あ、召喚獣の心だって。ありがとうございます。これは何？お前ならばきっとやれるだろう。だがもし、ありがとう。まだ力が足りないと思うなら、秘められた寺院、レミアムを探せ。レミアム。私はそこで待つ。ではな。はーい。あ、じゃあ次そこで戦うことになるんだね。召喚獣の心を手に入れたので、これからはアイテムを使って召喚獣のパラメータをアップできます。はい、ということでね、なんか新しい召喚獣育成要素が増えました。うん。なに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 なんか来た。あ、違うわ。みんな来ただけだ。なにここ。なんか休憩所みたいな。うん。なんか、さらに来た。ズーク先生。誰ですか？久しぶりだな。なんか新しい人来た。ユーナさんだね。はい。うん。とてもキノクロウシを殺した犯人には見えない、ね。クロウシを殺した犯人には見えない。なんだそりゃ。うん。事情を聞かせてください。先ほど、マイカ総領使直々の指令が出た。はいはい、召喚士ユーナとガードがキノクロウシを暗殺して逃亡。え、発見次第中殺せよ。そういうことになってるの？処刑宣告だ。あららららららら、そういうことになってるの？オカリメベルの状況は、うん、表向きは静かなものだが水面下でごたついている。キノクロウシが亡くなった上に、うんうんうん、ケルクロンゾ老師が辞任した。ああ、ロンゾの人は都合だな。なんかエボンが混乱すればそれだけ動きやすい。だが、用心したまえ。今や君らはエボンの敵だ。ジーンにも近づかない方が。本当にエボンと戦争することになっちゃった。ご忠告、ありがとうございます。ありがとうございます。先生、それだけを伝えるためにここまで。君たちがガードしてる召喚師がどんな人なのか。危険だよね、ズーク。いささか興味があったのでね。うん。今度は最後まで行けるといいね。何よりも君自身のためだ。はい。あ、何？先生、なんかルールーの、では私はこれで、なんか魔法の師匠なのかな？無事を祈る。わかんないけど。はーい。バイバーイ。なんか、でも、いい人だったのかもしれない、多分。うん。でも大変なことになったな、本当に。もう、止められないのかな。決められないよ。決めちゃってるからな。でもさ、ほっとけないよ。あ、旅のことか、これ。ほっとかないって。究極召喚を使っても、ユーナが無事なようにする。どうやって？すごいな、なんか、めちゃくちゃ言ってるな。その方法を考える。でも、何も考えつかなかったら？もうリュックとは話さない。でも、でもってうるさい。いいだ、かわいい系じゃん、急に、うん。一緒に考えようよ。うん。でさ、仲良しだ。もし、何も考えつかなくても。うん。なんとかしよう。うん。なんか、
可愛いな、君たち。うん。うーん、考え中。ロボットみたいになっちゃった。うん。割れるな。何が？マイカとシーモアの利害は一致していない。最後にあったシーモアの言葉を思い出せ。マイカが認めるとは思え。ま、え、ま、とりあえずシーモアがやばいってことでしょ？うん。エボンが揺れればスピラも揺れる。まあまあ、ほぼエボンイコールスピラだもんね。本格的に反逆者だね。まあそうだね。言いたいやつには言わせとけって。うん。大丈夫。気にしてないから。でも、え、何がやばいって普通に見つかったら殺されるんじゃないの？やっぱり、少し。なんか、気をつけないとね。大変だね。無理に割り切ろうとしない。うん。愚痴か。愚痴か。うん。そのうち、言っちゃうかも。うん。いいやで。今の誰？ああ、だよね。思うよね。召喚師だった人。私とワッカは先生のガードだった。え、まあ、そうなんだ。短い旅だったけどな。なんだ、魔法の先生とかじゃなくて。先生は、この平原でね。召喚師で。今ベベルジーンで召喚を務めているわ。ルーブーたちは、もともとユーナ以外の人のガードしてたんだ。ワッカー。ズーク先生と旅した時やな。うん。ほら、いつか話しただろ。なんだ？ブリッツのことが気になって。ああ、専念できなかったってよ。言ってた、それね。先生が旅をやめるって言った時は。言うのじゃなかったんだね。正直言ってよ。ほっとしたぜ。そうなんだな、そういうのがあったんだね。でも、キマイ話してくれる日？ガガゼとは、ロンゾの地。話してくれる日だ。キマリの故郷だ。そっか。ほう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 。家族に会えるかもな。キマリの故郷だ。キマリに家族はない。あ、キマリ悲しい話だった。悪い。でも、一人ではない。みんながいるからね。あ、てかあれじゃない？キマリの故郷ってことは、ついにあれじゃない？あの有名なキマリは通さないが聞けるんじゃない？この次あたり。うん。それでよ、はぁはぁ。もうチョコ乗れるの？チョコも乗りたいなぁ。うん。この平原のチョコもはほとんど野生化してんのよ。考えて訓練しないとまともに走って、あ、考えて訓練すればいいんだ。ほん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 。なになに？俺が訓練するっすよ。そんなんできんの？オッケー、もちろん。ということでなんか、チョコボのイベントですね。うん。あなたのいるところからここまで一定時間内で来てちょうだい。どういうこと？え？あ、チョコボ。はいはーい。それの、右と左のやつって、私とチョコボの間を通過してね。ふん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 。はーい。じゃあ、行きまーす。うん。目標タイムは12秒。説明を見たいんだけど。あ、説明。はい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 。ああ、視点がいろいろあるんだ。まあまあまあ、別に普通いいんじゃない？よし。行くよー。にゃー。くえ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 ー。待って待って待って。結構むずいね。確かに。ちょっと待って、ちょっと待って。でもいけそう、いけそう。いけたー。オッケー、オッケー、オッケー。あ、ギリギリじゃない？目標タイム。あっぶなー。え？目標タイム厳しくない？え、やばすぎた。めっちゃギリギリだった。あ、とりあえず、これで、チョコボ乗れるようになったっぽいかな？うん。ありがとう。やった。はーいと。違う訓練っていうのは何があるの？なんかいろいろあるんだ。よけよけチョコボ。うん。ボールがどんどん飛んでいくからよけてね。はぁ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 。はーい。オッケー。行くっす。ボールって何？どんな感じで来んの？行けー。ああ、そういう系だ。ぶつかりたい！ちょ、待って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 。チョコもかわいそうなんだけど。チョコ、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 痛い！ちょ、待って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 待
しいね、これ。もういいや。また今度やるね。よし。え、とりあえずチョコボ使えるようになったっぽい。で、チョコボ使うの？あ、この人に喋りかけたらチョコボに乗れた。イエーイ、チョコボー。おー。よし。これね、かなり広いからね、ラギ平原の中。チョコボに乗っていろいろ探索また続きやっていきます。うん。おっと、なんかイベントが始まった。はいはいはい。真の爪痕？こんなのがあるんだ。うん。やば。内緒幹事様に追い詰められた真が最後の力で大地を裂いたという秘密が。やば。真、えぐいね、やっぱ。うん。で、そこで相打ちとなり、魔術が訪れたので。なんか、シーンやっぱやばいね、あいつ。すごい。でもそのなんか、なぎ説を一回生んだ伝説の英雄がうちにおるで。アーロンは、シーンを倒したからな。うん。あ、なんか、別の場所また行けそう。うん。ここは進行方向とはまた違うところで。あ、なにこれ。モンスターって書いてある。なにおじさん。ここは昔、英雄ミヘン様が倒幕隊のために設立した訓練所。うえぇー。訓練所。なにこの動いてるドラゴンは。生きてるのこいつ。うん。キラ中から集めたままとバトルして腕を磨くことができる。あ、何してんのおじさん。デモをしたせいで魔物がみんな逃げてしまった。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。あ、なにそういう系ね。わかった。魔物を集めたら謝礼を大奮発。さらに集めた魔物とはいつでもバトルできるぞ。実践訓練じゃな。はーい。あ、訓練中に魔物とか手に入れたアイテムはみんなおいしょ。え、じゃあさ、あれじゃん。アイテム集めとか、なんかめっちゃ楽になるじゃん、これで。ふぅ。訓練料金は通常通り払う。あ、はい、了解です。高いかな。まあ、わかった。とりあえず、捕獲すればいいのね、モンスターを。どうやって捕獲するの？うん。魔物を捕らえるには普通の武器ではなく、特殊な武器を使ってとどめを刺すんじゃ。もっと安心せえ。その武器はわしがお買い得価格で売るんかい。普通にくれ。うん。それとね、それとな、わしのところで預かれる魔物は1種類につき10体までじゃん。それ以上集めてきよっても、なんでもならんから用心せえよ。とりあえず、なぎ平原の魔物を全種類集めてきてほしいんじゃん。魔物の種類が揃わんと訓練所を再開できんからの。なぎ平原の魔物は全部で9種類。全部集めてくれたらいいものやるぞ。魔物を捕まえるための特殊な武器を忘れちゃいか、はい。いや、わかんないけど、とりあえず武器買わされるのね。うん。じゃあ買いましょう。じゃあ行ってきます。あ、とりあえずエンカウントするモードにしたんで、ゴリゴリ倒していきたいと思います。うん。よし。さあ、捕まえた、輪っかで、捕まえた。うん。さあ、ということで、多分、全種類倒してきた。どうだ？お、これで凪平原の魔物が揃った。やっと訓練所を再開できるの？ということで。うん。わしからの感謝の気持ちじゃよ。おう。ありがとう。何？何をもらったの？結局。あ、宝箱が出てる。これか。うん。開かない？は？どういうこと？どういうこと？ねえ。いかな？え？なんか別のものくれた。機械の風を。ああ。まあ、いいです。今度やりましょう。うん。はいはーい。
むしろいいんだけど、はいはい。これは、何なの？謎の宝箱だった。うん。